ヨーロッパヤマネコは、食肉目猫か猫族に分類される動物。家畜化された家猫と近縁で、家猫やその起源と考えられる、リビアヤマネコを亜種として含める場合もあるが、本項目では特に断らない限りヨーロッパに生息する野生種について述べる。リビアヤマネコや家猫と比べ体格が大きく、分厚い毛と体の大きさが大きな特徴となっている。 黒い島の入った中間町の褐色で体長45から80センチメートル体重3から8キログラムお長は30センチメートルほどである主に紅葉樹根光林に生息しているが草原やステップあるいは下半林や小宅地などにも出現するピレネー山脈では2250メートルの高地で発見されているその一方で通常は 人間の手の入った高地や集落を避ける。基本的には夜行性だと考えられているが、人間の活動が少ない地域では日中にも活動している。単独で生活し、行動圏は1平方キロメートルから、広い場合で9平方キロメートルに及び、オスの方が広い傾向にある。木登りは上手であるが、狩りは地上で獲物を付け狙い吸収する。 月詩類のほかうさぎがいればそれも主要な獲物となる。他に、モグラ、鳥類、昆虫、カエル、トカゲ、イタチなども捕食する。繁殖期は、冬の終わり頃で、70日弱の妊娠期間を経て、春先に出産する。4ヶ月程度で離乳して徐々に狩りを覚え、遅くても10ヶ月で独り立ちして、性的にも成熟する。かつては、 フェノスカンジアを除くヨーロッパ全域に分布していたが、18世紀末から20世紀中頃にかけて大きく減少し、その後やや回復した地域もあるがそれ以外では根絶したと考えられている。各地で家猫との交雑が進んでいるが、東欧の集団は比較的純血に近いと考えられている。北限はスコットランドだが、グレートブリテン島の他の地域ではすでに見られない。 ヨーロッパ本土では、アルデンヌ周辺とピレネー山脈からイベリア半島にかけて、カルパティア山脈、ジュラ山脈、イタリア半島からバルカン半島にかけてとシチリア島に分布している。ヨーロッパ山ヤマネコは、コーシミオの化石記録にあるフェリスルネンシスから分化したものと考えられている。ヨーロッパ山ヤマネコと、禁煙なヤマネコ類には、 遺伝学的に異なる5つの集団が存在していることが知られている。このうちどれをヨーロッパ山猫のアの亜種としどれを独立種とするか、また家畜化された家猫を独立の種、または亜種とみなすかどうかは見解が一致していない。これらをすべてヨーロッパ山猫のアの亜種とする場合もあり、逆にすべてを独立種とする見解もある。あるいはシルベストリスは、 長期にわたって分布域が分断され、生体や形態からも明確に区別ができることから別種とし、またビエチはオルナータと同所的であるにもかかわらず明瞭に区別できることから、やはり別種とする見解もある。以下の分類は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従っており、シルベストリスをその他4つの集団とは別種としている。 残り4集団については以下の各記事を参照のこと。これら以外にも過去には非常に多くの地域的な亜種が記載されているが実態がつまびらかになっているものはほとんどない。イベリア半島ではドゥエロ川とエブロ川の北に住むヨーロッパ型とその他の地域に住む大型のイベリア型で過去にエフエスタルテシャと言われる別の亜種と考えられていた種類と 大きく分けて2種類のタイプが生息している。イベリア型のオスは最大で体長 65cm、おなが3 4 5トル体重7 5ラムにまで及ぶ。彼らはまたあまり広がっていない島模様と体格に応じて大型の剣士を持ち、ドゥエロ川、エブロー川井北のグループが小型月種類を餌とするのに対し、 イベリア型は、ウサギ類を捕食する割合が高い。古生物学者のビオンクーテン博士は、著書のヨーロッパにおける更新予哺乳類の中で、このいわゆるイベリア型アシは、更新予の表記にヨーロッパ全土で見られた体型と大きさを特異的に保持しているのだと記している。両タイプの生息環境も異なり、北部のヨーロッパ型が、 主に落葉性のヨーロッパならの森林に住むのに対し、南部のイベリア型は、常緑性の西洋ヒイラギガシの森に住む。スペインやポルトガルは、西ヨーロッパでも、特に山猫の生息数が多いとされているが、この地域では、野猫との交配による危機で生息場所も失っている。俗名フェリスは猫。種小名シルベストリスは、森の脳医。 命名規約上の学名の起点以降、ヨーロッパ山猫をフェリス・シルベストリスと呼んだのは1762年のマチュラン・ジャック・ブリソンが最初であるが、彼の著作は二名法を採用していないためこれは学名として不適格とされる。これに続いて、ヨハン・クリスチアン・フォン・シュレーバーが1777年にフェリス・シルベストリスとしたのが現在まで使われている。 困ったことにシュレーバーは先行して図譜を出版しており、1775年観光のヨーロッパ山猫の図には、フェリス・カタス・リン・フェラスと記されている。命名法上の原則によれば種賞名フェラスに選手権があることになるが、これはほとんど用いられたことがなく、不合理である。そこで1957年にアイックスンの 狂犬により、主相名フェラスの選手権を抑制し、主相名シルベストリスが有効名とされた。家猫の起源は、リビア山猫であり、これらは、ヨーロッパ山猫の亜種とされることもある。その場合、家猫を含むヨーロッパ山猫の学名は、記載が古いフェリスカタスとなるのが、命名法上の原則である。しかし、これを原則通りに運用すると様々な支障が出る、ことから、 2003年にアイクスンの強権により、家猫を含める場合でも、ヨーロッパヤマネコの学名として、フェリス・シルベストリスを使用することが認められた。これにより、家猫を含めるか否かという分類学的判断に、かかわらず、ヨーロッパヤマネコの学名として、フェリス・シルベストリスを使用できる。家猫との競合や感染症の伝搬、遺伝子汚染、交通事故、 外獣としての駆除などにより生息数が減少している。1977年に猫かたみでワシントン条約付属書通に掲載されている。家猫の起源と考えられるリビア山猫を本種の亜種と位置づける場合もあり、その場合は本種は家猫の原種であるということができる。ありがとうございます。